はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。今日はですね、こちらトイストーリーホテルにやってきました。もうこの前ですね、4月の5日にオープンしたばっかりのホテルなんですけれども、今日はね、せっかくトイストーリーホテルやってきましたので、まあ、徹底的にですね、皆様にいろんな施設をご紹介していきたいと思います。本日ご紹介させていただきますのは、ギフトプラネットというですね、このホテル内にあるショップでございますね。このですね、トイストーリーホテル限定のグッズもありますし、あとはですね、あとパークのグッズとかいろいろね、置いてあるらしいので、今からね、早速予約してますからね、行ってみようかなと思ってます。さあ、到着しました、ギフトプラネットです。ちなみに今ここはですね、予約制ですので、予約をしてから来ましょう。ロビーに入ってすぐ左側にございますのでね、場所的には分かりやすい場所ですね。ギフトプラネットです。上の棚みたいのが可愛いですね。地面はこんな感じです。パークに売ってるグッズもあります。ここら辺はあれですね、トイストーリーホテルに泊まらないと買えないグッズですね。かなり激レアだと思います。めちゃくちゃ種類ありますね。迷うな。品揃いめちゃくちゃありますね。パーカーとかね、トートバッグもあるし、靴下までありますね。全部欲しくなるね。このレジがまためちゃくちゃ可愛い。はい、ということで、トイストーリーホテルのですね、ギフトプラネットをご紹介させていただきました。今現在ですね、一つの部屋で1回しかね、入ることできないようですので、ジョマジね、2回分一応今日と明日の分でね、予約してたんですけれども、残念ながらね、1回しか行けないという感じで、今現在結構ね、制限がこんな感じになってますので、ご注意ください。かなりありましたね。なんか
普通にパーカーとかもあったし、タオルとか靴下とかね、もういろんなね、このトイ・ストーリーホテル限定のグッズたくさんあったので、すごい良かったなと思います。で、意外とですね、予約も取りやすいですし、ぜひですね、せっかくねトイ・ストーリーホテル来たならね、限定グッズもあるので、ギフトプラネットですね、ぜひ行ってみてください。はい、それではですね、終わりにしましょう。もしよろしければですね、他の施設に関しましてはまた別動画で投稿してますので、そちらの方をご覧ください。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。